錆びない鉄柱ナスカの地上へ、去るオーパー,ーツは、それらが発見された場所や時代とは全くそぐわないと考えられる物品を指す。英語の、アウト・オブ・プレイス・アーティファク s を略して、オーパー,ーツとした語で、つまり、場違いな工芸品という意味である。米国の動物学者で、超常現象研究家のアイヴァン・サンダーソンの造語で、同国の作家。 レニ・ノーバーゲンの著書を通じて一般に広まった。サンダーソンは発掘品の類のみを指す言葉だとして、伝製品の類はオープスと呼ぶことを提唱していた。ただし、ノーバーゲンは伝製品も合わせてこう呼んでおり、現在では伝製品も区別せずにオーパーツと呼ぶことが多い。口述の一覧の通り、そのほとんどが発見された時点では製造不可能と考えられていたが、 後の研究の進歩により、論理的に説明可能になったものあるいは、完全な別造品に分類されている。日本語では、時代作誤遺物、場違いな加工品と訳されることもある。オーパーツは、主に出土品などが、考古学上その成立や、製造法などが不明とされたり、当時の文明の加工技術や知見では、製造が困難あるいは不可能に見える場合に使われる。 正式な考古学用語ではなく、そういった出土品の存在を強調し、通説に疑義を唱える意図で主に使われる。大パーツは、現代科学の水準を超えるような超古代文明や、古代宇宙飛行施設などの根拠とされることがしばしば、ある。しかし、例えば現在の感覚では、想像がつかないほどの膨大なコストを費やして、 製造した、出土当時の考古学的知識よりもその文明の、実際の行動範囲が広かった、広大の発明とされた技術が、当時すでに存在していたなどの説明が可能である、場合がある。大パーツは一種の見せ物としてや、構図化の関心を引く対象でもある。そのため、売名や、詐欺的な動機での願作や絶造も数多い。大パーツとされる異物の内心に、 学術的にその価値を認められるものは、絶像と確定したものから、疑惑レベルのものまでも除外すると、ごく限られる。このほか出土品の分析の失敗や誇張された解釈などにより、誤って大パーツだとみなされるケースも見られる。大パーツとして、著名な内物のうちほとんどの解釈に疑問が投げかけられ、議論をかもしている。さらには、 それらの誤解や古代解釈が一人歩きして誇張され、超古代文明説を補強する材料として利用されている場合もある。アステカの水晶ドクロコスタリカの石球恐竜土偶アッシリアの水晶レンズ以下は遺跡や技術など、元々のオーパーツという語が持つ工芸品という意味にはそぐわないが、説明困難な未解明の要素があるとされる古代の遺物の一覧である。 AB 東京会期減少研究会編、超ミステリーの嘘99二馬車、2009年 ISBN978 から45億7530万1809、インフォペディア編長、ここまでわかった。世界の七不思議公文社地への森文庫、2010年 IS、ISBN43 億3478万5611、NHK、BS、 コズミックフロント2012年11月29日放送分にて。頂上現象大辞典、ハニアや平凡社、世界考古学辞典上官の、全を金械し、棒の項目を参照。マルティノトレス、マルコス、エルアイ、シュゼン、シア、アン、ベンツネスリー、アニゼイ、ベバン、アンドリュー、マ、シェント、ファン、ジャンフア、ワン、ギャンエトール、サーフェイスクローミアム、 オンテラコッタ、アーミーブロンズウェポンズイズニーザーアンエンシェントアンチ、ラストトリートメントノーザリーズンフォーゼアー、グッドプリザーベーション。サイエンティフィックリポーツ Q、ドイ。 1 0 1 0 3 8 s 4 <S 1 5 9 8 0 1 9 4 0 6 1 3 7千四十五か2 0 4 5 2 3 2 2 h t t p d e l a x d o i o r g s 4 1 5 9 8 0 1 9 4 0 6 1 3 7 9はじまつよし使い入門よくわかる最新レンズの基本と仕組み 身近な現象と危機器に学ぶ周波システム、ハウニュール図解入門、ビジュアルガイドブック、2005年、ABCDEFGH 並木慎一郎、超古代、オーパーツファイル学習研究者、ムースペシャル、2007年アチオスチョ、謎解き超常現象デラックス、彩り図写。 2013年 ISBN978 から4から 8839289658ABC クラウスドナ、ラインハルトハベック、オーパーツ大前学習研究者。2005年 ISBN978 から40億5 4 0 2万4014700年前に描かれたミッキーマウス。その時代に存在してはいけないものが発見される。マイナスエキサイトニュース。 マイナスエキサイトニュースこの壁画が発掘されたのは2002年である。1924から1930年に行われたパラカスでの発掘の際に集団墳墓から発見。古代インカ文明の謎その先人たちの文化マイナス。出版、有学者。ありがとうございます。